こんにちは、よしこ二十歳です。今日は今、スターダムでやってる5スターグランプリ2リング戦のことで来たので、次の自分の対戦相手が木村京子。今日は木村京子に言いたいことがあって、まだ取材に来てもらったんだけど、とりあえず今待ってんだけど押せんだよ。あれかね、今日木村選手の偵察に来たんですか？そう、自分が木村に今日会いに来た、話しに来た。試合前にね、言いたいことがあって。まあ押すよ、ほんと何言ってんだよ、それ。わぁ、何やってんの。お疲れ様です。まあまあ、スターダム関係ねえだろ。おい君、ちょっと待って待って、とりあえずどうですか？何バナナ食ってんの。いらないよ。バナナ好き聞いたんだよ。試合前に食べたよ。いや、試合後のバナナ。 何やってんのみんな。今日自分が呼んで、うん、ちょっと木村京子を今日待ち伏せしてるっていうこと。何してんの。あの、5スターグランプリのやってて、次自分当たるんだけど、その時に自分は 今まで JD スターを見ていたから、その時の木村京子、あの時の木村京子と自分は戦いたい。今みたいにモンスター軍とかあんな腐ったことやってないで、昔のこと思い出すよ。いや、お前何年か前に来いよ。タイムマシン乗って来いよ。今タイムマシンとかじゃなくて、今やりたいんだよ。今は今なんだよ。今戻れっつってんの。大体よ、川勝はよ、ヒールじゃねえのか。あ、ヒールじゃねえよ、素だよ。お前らのヒールはよ、ファッションだろ。あ、ファッションなんてヒールなんて中身ねえだろ。あ、中身ねえってどういうことだよ、おい。ここだ。あ、なんだよ。あ、なんだよ、おい。うん、うん、おい、ふざけんじゃねえぞ、でもほら、おい、くべえよ、おめえ、戻れ、おい、おい、おい、昔の木村京子に戻れ、おい、分かってんだろ、おい、おい、おい、うわ、うまいよ、うまい、覚えてるよ、ファイブスタグラフ、お前と必ず倒すから。おめえが覚えてるよ、おめえ。なんだよ、何やってんのみんな。今日もこういうスターダム関係ねえだろ。何やってんの、何乗っかっちゃってんのみんな。バナナ粗末にしてんじゃねえよ。予期せぬ襲撃でしたか。お前らグルか。グルか。だけね。